カリコーマは毎日5グラム食べましょう。どうも、ビジネスコア YouTube のエリザベスです。もうそろそろクリスマスですね。ほんで、今日はみんなに大切な情報をプレゼントしに来ました。実は、とある情報の筋から聞いたお話ねんけど、サンタさんおるがいね。あのね、サンタさんって、クリスマスツリーあるお家にしか来れんねんって。あのね、クリスマスツリーはピカピカ光っとるやろ。ほんで、その光を頼りにサンタさんはお家に来てプレゼント置いてけんて。だから、クリスマスツリーがないお家にはサンタさんは来ませんっていう情報を手に入れてんて。だから、急いでね、あやちゃんってクリスマスツリーおかんとサンタさん来れねんでって言ってんて。そしたら、うちにはクリスマスツリーを置くお金はありませんって言われてしまって。だから、リリー困っとって、あ、どうしよう、どうしようって。このままじゃリリーサンタさんにプレゼントもらえないねんって。思ってすごくすごく考えた結果、リリは自分の目を捧げてツリーになることでした。クリスマスツリーのリリ、略してツリー。リリは自分の目を呈してツリーになることでした。これならお家にもサンタさんは来てくれるはず。サンタさんへ、お家にクリスマスツリーを置いて、リリーは待っとります。いっぱいカリコマを持って来てください。リリーは待っとるよー。